すぐ始まります。花です。いっぱいもらった。あー、ありがとう。ちょっと見てみます。もうちょっとで始まります。ありがとう。ありがとう。今日ありがとう、さとちゃん。ありがとうございます。もう今深夜のもう11時半、もう12時に回ってるんですけど、全部片付けとか終わってさ、まあ、サホちゃんバイバイしてさ、もう今家帰ってきたわけなんですけど、もう今これ今開封してるんですよ。すごいでしょ、徹夜。これも家かわいい、かっこいいよな。これもな、書いていただいたものなんですよ。めっちゃさ、いい匂い醸し出してんなと思ったら、京都のさ紅ほっぺがさ匂い醸し出してた。で、こういうさ、あ、いや、キーみたいな感じでなんか書いてくれたりさ、後期2684年4月16日、あ、ちゃん誕生日の日に書いてくれてるやん、ちゃんと嬉しいな。今からちょっとゆっくり開封していきたいと思います。あ、汚い汚い。あ、ちなみにさほちゃんからもらったやつはアイマスクとか、すごい日用品のアイキがよく使うようなものを、やっぱ女子ですね。これマスクアイキも今なくて、お母さんからもらったやつジップロックに詰めて今ちまちま使ってたから、めっちゃありがたい。マジで美味しそう。もうアイキの好きなやつばっかし。すごい、パンパン入ってた。しかもアイキの大好きなくるみパン。いい、分かってるな、やっぱりアイキのこと。しかも普通にさっきスルーしてたけどさ、コトカやんこれ。え、コトカの金つばとかあんねんよ。あ、奈良や。しかもなんとなんと、ケーキがレオなんですけど、かわいい。うわ、高級ちゃん、アイキの好きなクッキー。なんかこのカンカンもさ、めっちゃいい感じ、使えるやん。あー、ありがとう。なんかすっごい嬉しいやつもらったねんけど、ヨーグルトのお酒やって絶対美味しいやんな。日の丸の靴下ラス1やってんて、自分も欲しかったけどアイキにあげるって言ってくれましたありがたや。ちょっとやばい、これはやばい。見て、なにこれ、かっこよすぎバイクでかな、ゴルフでも使えんじゃん。めっちゃいいやん、かっこよすぎ。こんな初めて見てんけど、わー、めっちゃすげえ。すげえ、山口愛希お誕生日おめでとうございますって言って、卵食べてますけどね、あなた。な、見て見て見て、すごいな何やこれ。出ました、愛希の大好きな純米大吟醸。吟って読むやんな、これ。サワノイっていうの。これはね、マジで美味しいから、この日本酒。嬉しい。ありがとう。ああ、超絶可愛いんですけど。美味しそう。アイキのティータイムに君を選抜する。これはね、前にもいただいたけど、フィラカタカの美味しいどら焼きです。これがなんかね、いつも来てくれてるさ、もうお兄さん、いやお父さんぐらい、もうほんまにね家族みたいな人なんですけど、これがめっちゃ美味しいらしい。なんかもう大好きなものを寄せ集めてくれた。そう、女性の方からはこの、見て、ブランケットみたいな、これめっちゃ嬉しいわ。あとボディシャンプー、やっぱ女性はみなりのものをくださいますね。嬉しいわ、あの使えるやつ。しかも見て、可愛いんだけど、ピンクでさ、手袋最高なんですけど、可愛すぎ、めっちゃふわふわやし、本気振りすぎるって嬉しいな。手袋あんまり持ってないからさ、嬉しい。可愛いクマちゃんももらいます。これもお家に飾ろうかな、めっちゃ可愛いやん。東京バナナもありますね。最近大好き東京バナナ。なにわのおまわりさん。なにわのね。
お酒です。これね、おもろいですよ。これ何やと思う？これね、美しい。しかもめっちゃ立派やん。やっぱり大自然のつくしは立派やな。アイギの取ってきたやつと全然2倍3倍ぐらい大きさちゃうねんけど。明日はちょっと佃煮にしようかな。ありがとう、こんなんいっぱい作れたん。こんなんプレゼントでもらうことあります？皆さんないでしょう。すごい私の特権ですわありがとう。もう可愛いよね。クッキーでしょうね、おそらく。地ビールもあんねんけど、地ビール。これは絶対美味しいでしょう。冷やし飲もう。ということで、この幸せに囲まれながら、あやきはあの余韻に浸りたいと思います。ありがとう、皆さん、本当に。ありがとう。